ちらこそよろしくです。早速、できる48に、楽曲を提供されている宮島律子さんですね。はい、活動報告をぜひしたいということで、ぜひよろしくお願いします。そうですね。まあ、私が今回ぜひお会いしたいっていうきっかけは、フォーチュンクッキーを踊っていらっしゃる、うん、姿を YouTube で拝見して、うん、佐賀県出身なんで大感動しちゃって、ありがとうございます。でも最後のゆるキャラとかが出て泣いちゃうんですよ、前から。泣くね、あれ。泣いちゃって、で、あ、知事はすごい AKB のことが好きなんだなっていう、そのちょうどちょっとした後の時期に、岩佐美咲さんが、はいはい、AKB の方で、演歌歌手の方がいらっしゃるんですけど、その方が1月8日に共に選ぶ人間ハットリーグに、うん、恋のフォーチュンクッキーの演歌会場が入ってるんですよ、ね、はいはいはい、で、ぜひまた、はい、佐賀の、県庁の皆さんでこの演歌バージョンで踊っていただけたらなっていう。この友の浦慕情を作られたきっかけは何だったんですか？きっかけはですね、とりあえず1月8日にまずシングルが出ますということで、で、何ヶ月か前にその皆さんと作曲家の方からいろんな演歌曲を集めるわけですよね。で、その中から、秋元さんとその制作サイドが私の曲を選んでくださって、じゃあぜひこれで3枚目のシングルは行こうっていうことで、じゃあどうしよう、詩の世界はどうしようっていうところで、その友の浦をテーマにした楽曲にしようということで、今回友の浦慕情という、その友の浦は何で出てきたんですか、いきなり。そこが出てきたのは、それはまあ秋元さんサイドというか AKS の方から出てきたっていうことですか？そうですね、詩が先じゃなくて曲が先なので、うんうん、私の曲を聴いていただいて、じゃあどういう詩にしようっていうことにきっとなると思うんですけど、いやいや、なんかずっとあのランキングとかでも1だったじゃないですか。そうなんですね、いっぱい快挙があるんですよね。10代の演歌歌手で、2週連続1位になったのが27年、誰以来？ですね、城之内早苗さん。あ、城之内早苗さん以来か。で、シングル3枚全部1になられてるんですが、うん、それが森まさこさん以来。あ、なんかいっぱい快挙があるんですよ。なるほど。覚えきれないぐらい快挙がある。あ、それを作り上げた。これからはどんな活動をしていかれるんですか？そうですね、やっぱり今の作曲業界ってすごく大変で、さっき知事もおっしゃったみたいに、その1曲しか選ばれなかったけど、あとの曲はもうないのっていうぐらい本当に厳しい世界で、うん、いい曲を書いても絶対その選ばれるとは限らないわけで、あとはもうご縁とかタイミングとかになってきちゃうので、うん、やっぱりこう、書いていく、自分に力をつけて書いていくっていうことしかないんですけど、漠然とね、できたら自分もこういう世界にチャレンジしてみたいなと思ってる人たちっていうのはいろいろいると思うんですよ、はい、うんうん、だからこう宮島さんのような人が、高校まで佐賀ですよね、はい、だからそれでそういう生活を送りながら、はい、こういうことができてるっていうのを、はい、特に若い人たちにぜひ知ってほしいなと思うんですね、はい、だからそうやってあんたたちも頑張っていけば、そうですよ ね、そういったことができるんだからっていうのを、うん、どっか遠いところの人がなんかやっていったっていうんじゃなくて、うんうん、この佐賀に生まれて育った人が、ね、ちょっとだけお姉さんのリスクさんがやってくれてるんだよっていう感じのことを、うん、ぜひみんなに知ってほしいな。そうですね、うん、したらまた次の世代の人でいろんなチャレンジをする人が。ありがとうございます。どうもありがとうございます。これをご縁にどうぞよろしくお願いします。はい。